ゲイリー・クーパーとヘレン・ヘイズ・メディアを再生する戦場よさらば本編字幕なし戦場よさらばは1932年制作のアメリカ映画アーネスト・ヘミングウェイの小説武器よさらばの映画化作品日本版 DVD が発売された際には原作と同じ武器よさらばのタイトルとなっている1957年にチャールズ・ビダー監督ロック・ハドソン ジェニファー・ジョーンズ主演で、武器を、サラバとしてリメイクされている。第一次世界大戦中、イタリア軍に従軍していたフレデリック・ヘンリーは、リナルギ大佐に看護婦のキャサリン・バークレイを紹介される。二人は互いに惹かれ、愛、ヘンリーが負傷して、ミラノの病院に運び込まれると、二人の愛は、決定的なものとなる。容体が回復したヘンリーは再び戦地へ。 送り込まれるが、キャサリンは少しでもヘンリーの近くにいようとスイスに身を寄せ、そこから毎日ヘンリーに手紙を書く。その頃、キャサリンはヘンリーの子を身ごもっていた。しかし、女にうつつを抜かしていると思ったリナルディ大佐はキャサリンから来た手紙を送り返してしまう。ヘンリーはキャサリンから手紙が来ないことをいぶかって、軍を脱走してミラノに向かう。一方で、キャサリンは 滞在先のホテルで送り返されてきた手紙の山を見て失神してしまう。二人の愛が本物であると悟ったリナルギ大佐はヘンリーにキャサリンがスイスにいることを教える。やっとのことでキャサリンの担ぎ込まれた病院にたどり着くとお腹の子はすでに死にキャサリンも瀕死の状態だった。ヘンリーはキャサリンに永遠の愛を誓うがそれも虚しくキャサリンは ヘンリーの腕の中で息を引き取る。その瞬間に、終戦を告げる鐘が鳴り響く。夜が明けて、朝日の中でヘンリーはキャサリンを抱き上げる。ありがとうございます。